はい、こんにちは。今回はフランス産の Linux、Voyager の紹介です。Voyager Live 12。Voyager は Ubuntu ベースのものと Debian ベースのものがありまして、今回は Debian ベースのものとなります。はい、今回はですね、Voyager 12。Debian ベースの Voyager がリリースされました。ボイジャーは自分のチャンネルではもうおなじみと言ってもいいでしょう。毎回ですね、2つのバージョン、 Ubuntu をベースにしたバージョンと Debian をベースにしたバージョン、それぞれを2系統でリリースしてくれています。ボイジャー12はですね、 Debian をベースとしたものになっています。ボイジャーの12、 Debian、 Bookworm。 Bookworm っていうのはコードネームですね。 Debian はトイストーリーのキャラクターをまあ、コードネームにしています。ブックワームっていうのは、トイストーリーに出てくるキャラクターの一つですね。で、まあ、これ自動的にですね、全部日本語になっています。はい。まあ、もう原文見たいんだったら、こんな感じで、ホームページ上で言語の方を変えることができますので、まあ、自由に変えてみてください。で、今回の特徴。こちらの方は、まあ、2 in 1バージョンで、って書いてあります。これはですね、GNOME デスクトップ環境と XFCE デスクトップ環境を単一のディストリビューションに統合したものになるみたいです。今回のインストーラーはですね、2つのデスクトップ環境が入っていて、それぞれを切り替えることができるみたいですね。まあ、実際にここは触ってみて確かめていきたいと思います。では、ダウンロード。では、インストールを行います。Voyager なんですけれども、デスクトップの壁紙は Debian 12になっています。はい。で、インストーラーで日本語を選択。そして次へ。はい、アジア東京次へ。キーボードはそのままデフォルトです。はい、ディスクの消去をして、次へ。次へ。そして、インストールです。はい、インストールが完了するまでしばらくお待ちください。はい、インストールが完了しました。ではですね、再起動します。はい、ではですね、初期設定です。ようこそ次へ。はい、起動するとこんな感じですね。はい、ちなみにですね、こちら一度ログアウトしてみます。はい、そしてこのログイン画面のですね、歯車を押しますと、GNOME。これが初期状態ですね。で、XFCE が入ってるんですね。ホームページにもありましたが、今回の Debian 12っていうか、Voyager 12。こちらの方がですね、ハイブリッドなデスクトップ環境を用意しています。はい、こんな感じでですね、XFCE のデスクトップに切り替えることができました。はい、一度 GNOME の方に戻しときます。はい、GNOME ですね。こんな感じでデスクトップ環境の方を切り替えることができます。はい、ではですね、まずこちらの GNOME の方のデスクトップでですね、日本語入力できるかどうかを見ていきます。エディターの方を立ち上げて、はい、こんな感じでですね、日本語入力の方が初めからできるようになっています。では一回ログアウトして、今度は XFCE の方のデスクトップ環境ではどういう感じかを見ていきます。はい、XFCE です。ちょっとこの右上あたり見ても、どうやら日本語入力はできそうもないですね。テキストエディターを起動して、半角全角とか、Windows キープラススペースとかでも変更はありません。しかも、キーボードレイアウトがどうやら英語キーボードになってますね。こちらの方は初期設定が必要みたいです。キーボード設定のところで、システムのデフォルト、キーボードレイアウトが今英語になってるんですね。では追加で、はい、日本語の方を入れておきます。そして上。はい、これでレイアウトの方は日本語になったかなって感じですね。こちらのイングリッシュのところ右クリックして設定ですね。アイバスの設定、
こちらにですね、入力メソッドっていうタブがありますので、これで追加をしてください。日本語があります。日本語を選択。モズクがあります。モズクを追加。はい、これで閉じる。で、この状態でテキストエディターを開いて、はい。半角全角キーで、はい、こんな感じで日本語入力ができます。はい、これで XFC でも日本語入力、日本語キーボードレイアウトになりました。まあ、ちょっと手間ですね。はい。ではですね、今度は実際のデスクトップの方を見ていきます。これ、GNOME デスクトップ環境の方です。まず、ネイティブな GNOME デスクトップ環境とは違って、ある程度カスタマイズされています。拡張機能が入ってますね。例えばこちら、メニューがですね、これおそらくアーチメニューですね、という拡張機能が入っています。ということで、こんな感じのカテゴライズされて中にアプリケーションが入ってるっていうやり方ですね。ちょっと不思議なのが、アクセサリーというカテゴリーが2つあって、エクステンションマネージャー、拡張機能も2つになってるっていうことですね。なんでしょう、これ、拡張機能とエクステンションマネージャーどこが違うかもよくわかんないし、なんか言語を変換してる過程でこんな感じになったんですかね。まあ、両方立ち上げてみればわかるかもしれません。これが拡張機能、エクステンションマネージャー。こちらが拡張機能。微妙に違う。どっちで管理していいかわかんないな、これだと。うん、アクセサリーも2つあるし、これはどうしてこうなったかはわかりませんが、ここのあたりはきちっと整理してほしいところです。他にもですね、このアーチメニューのメニューよりも、GNOME デスクトップ環境、ネイティブな一覧でずらーっていう形が好きな方は、こんな感じで、ドックランチャーにあるこのサイコロみたいなマーク、これで一覧表示できます。この一覧表示は GNOME のいつものやつですね。こんな感じでカテゴライズもできます。はい。まあ、お好みの方を使ってみてください。ブラウザー Firefox の ESR。ファイルは、まあ、これは、あれですね。GNOME の標準のファイラーですね。で、まあ、このファイラーは、まあ、結構自分は好きです。マウス操作がしやすいんですね。ドラッグ操作で複数の階層行ったり来たりできたりしますので、意外にマウス操作が多い方は助かるんじゃないでしょうか。はい、そして、ボックスボイジャー、グノーム。まあ、ボックスボイジャーがやっぱりこちらのボイジャーでは有名なところですね。まあ、このボックスボイジャーでいろんなことができます。で、中でもですね、壁紙、まあ、ボイジャーのウォールペーパーズ、エクスプローラーウォールペーパーズ、レイテストウォールペーパーズ、まあ、いくつかありますが、ボイジャーのこのウォールペーパーズで OK をしますと、こんな感じでですね、ずらっと、なかなかかっこいい、ボイジャーの壁紙が並びます。しかもかなり種類が豊富なんですね。うん。なかなかいい壁紙が多いですね。はい。で、エクスプローラーウォールペーパーズ。これだと、これも同じ感じかな。種類が先ほどのものよりは少ないですね。レイテストウォールペーパーズ。これが最新のかな。壁紙に関してはかなり豊富にありますので、このボックスボイジャーで選択するのがいいかと思います。このボックスボイジャーで有名なところはこのコンキーコントロール。これもあります。このコンキーコントロールっていうのは、はい。コンキーの管理ができます。このコンキーリストのところでですね、いろんなコンキーを選ぶことができます。デート、タイム、ホワイトとかをクリックすると、こんな感じでコンキーが表示されます。文字化けが一部見られますね。まあ、コンキーとか使ってるとよくこれあるパターンですね。一部の文字が豆腐になってたりします。はい。そして、
システムツールの中に、こちら。まあ、これ英語になってないんですけど、なんででしょうかね。メニューを編集するアプリが入っています。これですね。で、アクセサリーが今2つ表示されていて、下の方にですね、このエクステンションマネージャーっていうのがあります。ので、こちらの方を、まあ、非表示にすれば、メニューから隠す。これで、このアクセサリーっていうカテゴリーは出なくなりました。また、こういったですね、はい、日本語化されてないものもあります。はい、なので、こういったものもですね、例えば、これ、メニューエディターかな。はい。保存。で、これはテキストエディターですね。これ二つともテキストエディターですかね。Gedit と Gnome テキストエディター。はい、これでアクセサリーのカテゴリーは一つになりましたし、先ほど言語が少し変だったこの2つのテキストエディターちゃんとですね表示が正しくなりました。はい、まあ、メニューエディターが入ってるっていうのは分かってる人にとってはいいですね。はい、そしてデスクトップの方を XFCE の方に切り替えてみました。反映される内容はコンキーですね、起動するコンキーの方が Gnome と同じになっています。で、メニューの方は、XFCE と Gnome 特には共有化されてないみたいですね。まあ、あとは当然ながら、ディレクトリの構成と中のファイルは Gnome と同じですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、Voyager 12の紹介をさせていただきました。Voyager 自体は自分は結構好きな Linux で、日本語入力も初めからできるようにはなってますし、なんといっても壁紙の豊富さ、おしゃれさがあります。それと、Box Voyager からコンキーコントロールといった、まあ、自分の好きなようにカスタマイズできるっていう特徴もあります。若干日本語関係が怪しいところはありますので、そこを許容できる方でしたら、全然お勧めできる Linux ですね。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。